東京青梅市で21日熊により飲食店が荒らされる被害があり、22日になって地元の猟友会などが店の近くを捜索したところ、ツキノワグマを見つけ射殺しました。21日午後2時ごろ、青梅市二俣尾の飲食店から、朝出勤したら厨房を熊に荒らされていたと青梅市役所に連絡がありました。市役所などによりますと、地元の猟友会と市の職員が22日午前6時過ぎから飲食店の周辺を捜索したところ、店の裏手の竹やぶに潜んでいたツキノワグマ1頭を発見したということです。住宅の近くだったため猟友会がその場で射殺しました。射殺された熊は体長およそ 1.3 メートル、体重およそ100キログラムの大人のオスだということです。市役所には先週から熊の目撃情報が寄せられていたほか、今回荒らされた飲食店は今月13日にも同様の被害に遭っていて、市が防災無線などで注意を呼びかけていました。一連の熊の出没による怪我人はないということです。